番号か名称で選んでください。ちょっと今つまずいたような感じになってますよね。少なくとも5時25分、あ、でも、ああ、あらら、あ、あ、ダメだ。はい、これで、よいしょ。で、昨日ですね、ディーラーに行ってきまして、あのドライブトーカーっていう音声認識のツールがあってですね、あのスマホ側に入れておくアプリなんですけど、そいつがカーナビと連携して初めて音声認識できるようになるんですね。アプリはパナソニック製ですと。で、そいつがなんか調子が悪いというか、音声認識でなんか話しかけてくださいどうぞって言った瞬間とか、そのこちらが読み上げた何々駅へ行くみたいなセリフを復唱する時の声だけやたらとこうガビガビっていうかノイズが乗ったようになっちゃうんですね。どちらにお向かいですか？調布駅。調布駅をお調べします。20件の調布駅が見つかりました。1調布駅っていう、なんものによって今番号か名称で選んでください。ちょっと今つまずいたような感じになってますよね。機械が喋っている時の音声がそうです。ブツブツブツってなっていて、はいはい、でそれがどうしてかというのをいろいろ切り分けていて、手持ちで今 iPhone XS Max と iPhone SE があるんですけど、 XS Max の時に顕著に出る、 SE だとまあそうでもない。およそこんにちは、行きたいところをお話しください。西調布駅。西調布駅をお調べします。うん、同じ iPhone でもこっちだと若干マシかなという。そしたら切り分け的に XS Max じゃねえのみたいな感じになるんですけど、まあ一応見てくださいっていうので持っていきましたと。そしたらドライブトーカーがまずいのかというのが最初の、まあ、ディーラーもそういう風に言っていて、パナソニック側のアプリの問題ですかねみたいな感じで最初話してたんですけど、こんにちは、どこをお探ししましょう。調布駅。王府駅をお調べします。こっち本体でやると、はい、うん、そこまでおかしくないというか滑らかじゃないですけどね、どっちにしろね。あ、うん、実際その場で切り分けしている時にあることに気がつきまして、電話をかけた時もやっぱり音質の劣化が認められるんですね。 iPhone XS Max だとやっぱりひどい。ひどいとこう何時何分何秒ですポッポッポッポーンとかっていう音が完全にこう途切れちゃって全く無音な時もあると。確かにこれ再起動したらちょっとはマシになってる感じですね。午後5時少なくとも5分。あ、でも、ああ、あらら、あ、あ、ダメだ。午後5時25分10秒を走って、うん、本来ならこうちゃんとね、時報ですからずっと一定の調子で声が流れてこないと、クリアに流れてこないといけない機械音声ですからね、のはずなんですけど、そうならないと。で、まあ、じゃあ他のフィットに搭載されている同型のナビないんですかっていうことで、あ、ちょっと並行して別のエンジニアの方が試してみてるよっていうので、ちょっとそっちに行ってみましたと。で、自分のその問題の iPhone XS Max をペアリングしてやってみたところ、はい、それで、よいしょ。午後5時34分40秒をお知らせします。全然違いますね。34分50秒をお知らせします。
となると向こう側の Bluetooth かな。向こう側のナビの Bluetooth のちょうどお知らせします。通信でなんか起きる。そうですね、可能性が高いんですね。午後5時ドライブトーカーを試してみます。こっち 205FTI 機種、機種ですね。あ、こっちの方が1個前なのかな。おー、確か完全同一品じゃないんですね。ちょっとあの違うんですよね。こんばんは、行きたいところをお話しください。味の素スタジアム、味の素スタジアムをお調べします。11件の味の素スタジアムが見つかりました。1、味の素スタジアム。2、県中風味の素スタジアム。クリアですね。なんかすごいスムーズ。そうですね、何の問題も出ないんですね。別のフィット、別のナビだと。で、まあ、強いて言えばナビの型番がちょっと古いと。試してみた方はね、一個型落ち品みたいな感じで、まあ、ほとんど変わらないんですけど、変わらないんですけど一個だけ古いと。だけどあんまりにもね、なんか音質が違いすぎるというか、まあ、全然こっちの別マシンだと綺麗じゃんっていうことが判明し、切り分け的にはこれはナビの本体の誤算もあるのではというのが昨日の展開ですね。で、そこから先、まあ、ディーラーからパナソニックに、パナソニックなのかな、 OEM だから、まあ、メーカーにとにかく伝えて、対策を検討しますというので昨日は終わっております。万が一その部品の不良ということになると、一応聞いたんですよ、その Bluetooth のとこだけ変えられるのかと。で、答えはノーで、やるんだったらナビごと変えるしかないっていうので、結構大ごとになりそうな感じです。はい。で、かつですね、私のナビの場合は盗難防止用のロックナットボルトがありましてですね、そのロックナットボルトを開けるための工具ってそのユーザーにしか渡されないんですね。なのでそれを持ってこないといけないとかですね、結構大変。まあとりあえずですね、そのまま電話さえかけなければ、あと音声認識しなければナビの動作には支障ないし、案内音声がおかしいわけではないし、例えばポッドキャストで Bluetooth につないで、 Bluetooth につないで音楽を再生する分には問題ないので、一旦しばらくその連絡がディーラーからかかってくるまではこのままですね。まあ、ちなみにその音声認識をする時の多分 Bluetooth のプロファイルってどっちかっていうとハンズフリーの、電話かける時のそのプロファイルよりっぽいですね。何でしたっけ、ハンドセットプロトコルだっけ、 HSP だったと思うんですけど、どうもそっちを使ってるっぽくて、なんでそう思うかっていうと、カーナビの設定の中でですね、複数のスマホを接続することができるんですけど、で、まあマルチポイントでそのどっちか音出してきた方を音を受け取るっていう仕様にはなってなくて、今私はどっちを使いますっていうのを手動で選択しないといけないんですね。ペアリング自体は3台までだったかな。ペアリングは複数とできる、だが同時に使えるのは1台までっていう制約があって、で、どっちのどのデバイスにするのかを切り替える画面があるんですが、それがハンズフリーと Bluetooth オーディオとで分かれてるんですね。
でそれでちょっと気がついたと。音楽をかけるときのプロファイルと、ハンズフリー&ドライブトーカーのグループとは画面が別々なんですよ。独立してこのデバイスを使うっていうのを変えることができるし、ハンズオンとドライブトーカーも独立して変えられるんですけど、同じ画面の中にあるので、おそらくこれらは HSP を使ってるんじゃないのかなっていうところです。はい、なんかちょっと説明が長くなっちゃいましたけど、後で画像で補足したいと思います。